間雨で流した甲子園は久しぶりの野球、3万8千とよく入ったんですが、米田さん、はい、タイガースの先発中4日の小林じゃなくて増山でした、ね、そうですね、小林自身どっかちょっと悪いんじゃないでしょうかね。まあ、昨日おととい1球も投げてないということはちょっと今日のところですね。そうですね、まあ、そういう面においてね、ま、小増山自身でちょっと球があったように思いますよ。これは1回表のカープですが、ワンアウトから衣笠がフォアボール、そして3番のライトルが右中間突破のツーベースです。まあ、これ左と左ということでね、有利な面もあるんですけど、増山の投げた球がですね、あまりにも素直すぎますよね。インコース高めのストレートなんですよね。試合が始まって5分で1点もぎ取りました。山本浩二のピッチャーゴロで2アウトになりましたが、ライトルは3塁、そして5番の水谷、2エンド2からです。まあ、これなんかね、2ストライクまではストレインコースのストレートでね、トントンと取って外角でこれ遊んだんですよね、2球。だから水谷の体自身が外角に流れてますよね、はい、そこへ持ってきてのアウトコースからこれ真ん中に入ってカーブなんです。11号ツーランで3対0、さらに2回にも池内ライトルのタイムリーでカープが2点追加、2回表で5対0のハンデを背負い込みましたタイガース。カープの先発は池谷です。2回に2塁3塁を潰しているタイガース、4回の裏先頭佐野が池谷からフォアボール、そして掛布がライトの右です。まあ、これなんかね、掛布のバッティングなんですけど、非常に難しいインコース低めのカーブなんですよね。うまく打ってますよこれ。ノーアウト1塁3塁、そして岡田です。初球をセンター前にタイムリーヒット。まあ、今日なんかね、岡田なんかこれで4安打するわけなんですけどね、非常に当たってますね。とにかくベースの中に入ってくる球やったらみんなヒットにするという感じを受けましたね。1点返して1塁2塁、カープは左の山本にピッチャーを変えましたが、しかしこれも左の藤田が打ちます、ライトの右へタイムリーヒット。まあ、これ完全に詰まってるんですけどね、やはり当たってるということで藤田自身が振り切ってますよね。その分やはりヒットになりましたね。5対2にしてなおランナーが一塁三塁、非常にいい形が続きます。7番の北村、これは2エンド1と追い込まれました。その後のセカンドゴロ、まあ、普通の打者でしたらこれ完全なるやはりゲッツーなんですけど、やはり足の速い北村ということでね、セーフになりましたね。一塁がセーフ、また1点入ってワンアウト一塁、さらに北村が盗塁、若菜もヒットで一塁三塁とまたいい形になりました。ここでピッチャーの代打に川藤が起用されて、これもセカンドゴロ。まあ、これも完全なゲッツーなんですけどね、走者の若菜がですね、高橋の足を払いましたよね。あれ本当に好走塁だと思いますよ。ついに5対4、タイガースは1点差としました。さらに5回のタイガースです。ワンアウトで1塁にヒットのジョンストンがいます。打席は掛布で、ワンエンドワンから逆転の22号、これが200号なんですよね。そうですね、掛布自身がね、いいところで打ちたいというね、談話発表してましたよね、はい、そういう意味を言ったら今日は本当にね、素晴らしいところで打ったと思いますね。それで連敗脱出には非常にいいムードができました。さらにタイガース、この後2安打に盗塁を絡ませて、ワンアウトランナー1塁3塁、そして打席が北村というところで、カープは新人の高橋俊晴がマウンドです。ボールカウントが1-2、スクイーズ。まあ、バントのね、これ非常にうまい北村なんですけどね、できない球じゃないんですよ。これはやってほしかったですね。ちょっと掛布のホームランで安心したと言いますかね、爪長さ、そういう面があったかも分かりませんけどね。さあ、タイガースですが、小刻みの投手リレーです。5回からは4人目の池内、6回2アウトを取りました、ランナーなし。ところが山崎に詰まったあたりでライト前にヒットを許して盗塁にも成功、そして長内がピッチャー強襲の同点タイムリー。まあ、これ池内自身ね、調子も良かったんですけど、あまりにもね、ストライクを揃えすぎた感じがありましたね。6対6、さらに代打長島のヒットで2アウト1塁2塁というところで、5人目の山本和幸、その代わりっぱなです、高橋義彦。まあ、これなんかバットが折れてますよね、ピッチャーとすれば完全に投げ勝ってるんですけどね、はい、山本自身やはり久しぶりの登板ということでね、自分の調子というものをね、把握する前になんか投げて打たれたという感じを受けましたね。二塁から代走水沼が帰りました。カープ7対6と再逆転。そしてダメ押しは7回表ワンアウトから、まあ、目の前で掛布に打たれた山本浩二がレフトへ高々と21号です。まあ、阪神の中ね、調子のいい時勝つのはどことも同じ、どこのチームでもできるんですけど、やはり調子が悪い時にね、やはり拾うゲームというものはあると思うんですね。まあ、今日なんかそういう意味においたらですね、本当に拾わなきゃいけないゲームなんですよ。やはり拾うゲームが多くなればなるだけですね、やはり優勝を争うチームになると思いますよね、はい、山本は9回にもツーベースでもう1打点、結局9対6でカープが3連勝を飾りました、そのカープも小刻みなリレーで4人目の大野が6勝目、
タイガースは6連敗、借金が2と増えて、ちょっとオールスターまでの5割が難しくなってまいりました。